ああ、ちょっと、あ寝癖がけ結構なかなかやけど、まあ、ニートですから、ちょっと、こういうスタイルで、服もヨレヨレやで、ヨレヨレやし、あの、この下は、なあ、パンツ一丁なんやけど、まあ、ね、あれやな。なんか、まあ、いろいろ生きとったら、なんやろう、まあ、ええー、ことも、ええー、こともあれば、 いや、嫌なことも、荒いな、やっぱな。うん。でな、やっぱ、思うんやけど、まあ、どうしても嫌なことがある、ある時ってやっぱあるやん。もうなんか、あもうほんと死にたいなと思うぐらいの嫌なことある、ある時やあるやん。でも、死んだらダメですよ、本当に。あの、もう別に、その場から逃げればいいやん、別にね。うん、無理して。 別にそこで頑張らなくていいよ。もうし、もう死にたいとか思うぐらいだったらね。うん。別にそれあの、逃げ、逃げじゃないから別に、なんだろう。ね。逃げと、逃げとは言わないから。あの、まあ、新しいことに、新しいことに何やろ。新しいことに、あの、挑戦するための通過点、 ぐらいな感じやから。うん。別に逃げてるわけゃないから。あだから、その、本当にね。あのー、まあ、ーちょっといじめ、いじめとかでさ、なんか、な、本当に人間関係どうしても嫌になった時でさ、別に、もういいじゃん。うん。そこやめたらいいじゃん、別にね。うん。本当に無理して別にそこに行く必要ないから。うん。あの、本当ね。やっぱり、もう生きたもん勝ちだから。ね。別に、もう、 逃げじゃないからね。全然、ほんとにね。うん。やっぱいろいろ嫌なことあると思うんだよね。本当。別にもう、そ、そこ、そこの環境、環境を出ればいいやん。うん。ただそれだけだから、ほんとにね。うん。いや、ほんまにあのー、僕この、言、言うてたかな。僕あのー、まあ、実はその、うん、まあ、医学部、なんですわ。医学部、医学科、中退なんですわな。医学部、医学科、中退なんだけど、まあな、まあ、ちょっと、 まあ結局中退になってしまったな、やっぱ留年しすぎてあれなんだけど、まあ僕は結構大学の時結構まあ勉強サボっちゃってちょっと遊ん,遊んだりしてるからまあ今ニートなんだけど、まあ,あしとったけど、いや,やっぱりあの結構真面目な人って結構多いんですね、やっぱ医学部って。やっぱでも本当にね、僕同期入学の人らでやっぱりなんやろうもう本当にうーん まあちょっと、自分の、自分の命を絶ってしまった人はやっぱりいるんですわね。いるんですけど、やっぱり、<laughs> やめればいいじゃん、別に医学部ね。うんまあ、まあ僕が偉そうに言うまであれだけど、いや、もう別にほんなん、命を絶ったらいけ、いけ、た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 つのはちょっといか、ね、あれだよ、本当にもう。や,やめればいいの、別に。無理して医者にならなくていいよ、別に。うん。なんかその医学部行ってた、まあ、ま、周りも結構優秀な人間だばっかりだから、やっぱりどうしても、 なんだろうやっぱ医者にならないとどう、いけないみたいな、なんかいろんなプレッシャーとかあるかもしれんけど、別にもう、うん、ねえ、も、ま、う、あ、もう、留年すればいいし、あれ休、休学すればいいしさ、別に、うん。なんならもう最悪やめればやめればいいし、うん。別に、それだけはあれじゃないから、本当に、うん。別にもうね、本当にやっぱ、嫌なことあるやろうけど、うん。あ、そうそう、ちょっと、動画が最近ちょっとあれだから、一回ちょっとこれ、でもしちょっとまた続きいきますね。